M51 スーパーシャーマンスーパーシャーマンはアメリカ合衆国が開発、生産した M4 シャーマン戦車にイスラエル国防軍が独自の改良を加えて1950年代から1980年代にかけて使用した M1、M50、M51 戦車の通称である。本校ではこれらの車両に加えて同軍の M4 及びその派生車の運用についても解説する。 第二次世界大戦後、イギリスに移任統治されていたパレスチナでは、ユダヤ人たちが1948年5月14日付の期限切れとともに、ユダヤ人国家建国準備を進めており、同時に予想された周辺アラブ国家及びパレスチナ人勢力との戦争に向けて、軍事組織、ハガナーを中心に軍備増強を進めていた。しかし表だった武器輸入が禁止されていたため重火器や、 非武装車両の密輸程度に止まっており、砂漠での地上戦を制するのに必要な戦車の調達が急務であった。シャーマン M4 そこで、ハガナーは引き上げのために港町、ハイハンに集結していたイギリス軍から M4 シャーマン、およびクロムウェル巡航戦車計6両を盗み出した。これらの戦車は、イスラエル独立宣言と共に始まった第一次、中東戦争において、貴重な気候戦力となった。 一時休戦時には、ハガナーを中心に、イスラエル国防軍が編成された。イスラエル国防軍は、世界中から中古 M4 をスクラップなどの名目で、かき集めた。これらの戦車は方に、穴が開けられるなどして、兵器として再利用できないようになっていた。軍は、当初は、金属の線で砲の穴を塞ぎ、後に、 スイスで入手したクルップ射程1911年式 75mm 砲に換装するなどして使用可能な M4 戦車として復活させ初期の気候部隊の中核戦力とした第一次中東戦争が終結してイスラエルが国家として認められると完全な状態の車両や正規の部品装備品も輸入できるようになったアメリカの高い自動車産業技術で製造された M4 戦車はシンプルで機械的信頼性が高く各型の部品の完成も高くまた後に導入されるセンチュリオンと違い中東の砂漠地帯における運用上の問題もなくその後長期にわたってイスラエル軍に使用されたなおこれらの車両は 75mm 砲または 105mm 榴弾砲装備型が中心であり 3インチ放送瓶型やイギリス軍が17ポンド砲を搭載させたファイアフライはほとんどなかったようである。そのためアラブ諸国のソ連製戦車にやがて火力において劣勢となり、さらに装甲防御力不足も深刻な問題となった。口実するようにエンジンや装甲系の乾燥をしても重量的に攻撃力と防御力の同時強化は無理で、 やむなく火力強化のみのアップグレードが図られた。M1 スーパーシャーマン1956年頃、当時のアラブ諸国の主力戦車 T-34-85 に対抗して、M4 の火力強化が推進された。後述の M50 の開発と並行して、それまで中心であった7 5ト、mm、ル砲、搭載車に加え、対戦後に、 アメリカからフランスへ1 2 5 4両が供与された M4A1 ワット後期型のうちの250両ほどと少数の M4A3W を導入した。同社に搭載された M1A276mm 砲は T-34-85 に対して十分な威力を発揮し、このことから 75mm 砲搭載車との区別のために搭載法にちなんで、 M1 スーパーシャーマンの名が与えられた。これに伴い、IDF 内部では既存のシャーマンを元となった車両の形式とは無関係に、M375mm 砲搭載車は、シャーマン M3、M405mm 榴弾砲搭載車は、シャーマン M4 と同じく搭載砲の形式番号をつけて呼ぶようになった。一部の車両は1960年代半ばには、 走行装置をオリジナルの VVSS から HVSS サスペンションと幅広い体 T-80 に換装し、さらに1970年代にエンジンをカミンズ VT-8 系ディーゼルエンジンに換装され、1973年の第四次中東戦争でもドーザー車などの特殊用途に使用された M50 スーパーシャーマンカミンズ製ディーゼルエンジン搭載車のエンジンデッキ。 コンチネンタル製、ガソリンエンジンデッキを中央で切断し、左右を入れ替えたデザインになっている M1 の導入と並行して 975mm 砲搭載車のアップグレードとして、フランスの AMX-13 軽戦車に搭載されていた 75mm 戦車砲 CN-75 から50の搭載が検討され、M50 スーパーシャーマンが生み出された。 砲塔は、オリジナルの 75mm 砲塔をベースに前後を、鋳造部品を溶接して、延長、砲美と交代量の大きな CN-75 から50砲を搭載するスペースを確保している。装填は、手動式に変更された。車長用ハッチは、両開き式のものと、後期の、片開き式のものが混在している。また、砲塔側面には発煙弾発射器が装着されている。 ベース車体は M4A4 の延長車体が最も多かったようだが、中造の M4A1 を使用したものも多く、標準調の溶接車体、M4 ハイブリッド車体を使用した車両も存在している。また、M4A4、A2、A3 の車体をベースとした場合、基本的にエンジンは M4M4A1 と同じコンチネンタル製ガソリンエンジンに統一されている。VVSS サスペンションや 原輪類、デファレンシャルカバーは、新旧様々なタイプが混用されているが、理体はほぼ全ての VVSS タイプで、鋼鉄製の T54E1 が使用されている。60年代頃には、HVSS やカミンズ製、ディーゼルエンジンへの換装が行われ、 増幅されたフェンダー上には工具箱やゼリカン、予備天輪や履帯などの社外装備品が搭載された。また、この時期に主砲基部にサーチライトを装備する改造が行われたようである。また、カミンズ製ディーゼルエンジン装備タイプも60年代70年代後期にかけ何段階かの改修が行われており、初期には車体下部、 リアパネルに M4A3 のような排気管が装備されていたが70年代には排気管は車体エンジンデッキ上に移されている。なお前日の M1 と後日の M51 なども含めて M4A4 延長車体以外の車体ではカミンズ製ディーゼルエンジンがわずかに収まりきらず車体後部のエンジン点検ハッチ部分が10センチメートルほど増圧されている。資料によっては VVSS サスペンション、コンチネンタル製、ガソリンエンジン搭載の初期タイプを M50 マーク I、HVSS サスペンション、カミンズ製、ディーゼルエンジン搭載の後期タイプを M50 マーク II として区別している。1956年の第二次中東戦争では、エジプト軍の使用した EMX-13 の砲塔を装備した M4 戦車などと交戦した。また、 レバノン内戦以降は、南レバノン軍などに供給されている M51 スーパーシャーマン1960年頃、アラブ諸国が導入を進めていた、スターリン戦車や T-55 戦車への対抗策として、さらに強力な 105mm 砲の導入が検討され、フランスが AMX-30 用に開発した CN-105 回1砲が候補に上がった。 同法はヒート弾のライフリング回転による威力低下をベアリングで相殺して抑える当時としては画期的な G 弾を使用できたのが特徴でイスラエルとフランスとの共同研究の結果方針長を56口径から44口径に短縮し先端に板金溶接性の巨大なマズルブレーキを搭載して交体量を抑えることで M4 の76 ミリメートル砲塔への搭載を可能にした。こうして1962年に同砲を搭載した M51 スーパーシャーマンが生み出された。車体は M4A1 中造後期型車体を使用。砲塔は長大な方針との重量バランスを取るために後部が延長された。生産時期の関係からほとんどの車両が HVSS サスペンションカミンズ製ディーゼルエンジンを装備しているが、 初期に製造されたものの中には、コンチネンタル製、ガソリンエンジンを装備している例もある。1967年の第三次中東戦争では、すでに導入の始まっていたセンチュリオンや、M48 パットンと遜色ない能力を発揮し、エジプト軍気候部隊相手に圧倒的な戦果を上げている。なおエンジン排気管や車外装備品の配置、砲塔の基準や迫撃砲の有無など、 時期によって細部の変化が見られる。1962年に生産された最初の量産型はディジェムアレフと呼ばれる。走行装置は最初から HVSS サスペンションを装備しているが、エンジンはコンチネンタル製ガソリンエンジンで、車外装備品も後のタイプに比べると少なく、車体両サイドの造具箱と予備リタイは装着されているが予備天輪は装着されておらず、 蛍光管は、車体後部に1960年代中盤からはエンジンをカミンズ製ディーゼルエンジンに換装した車両の製造が始まり、このタイプはディジェムベスあるいは回収バッジ1と呼称される。エンジン換装のほか、車体側面に蛍光管ラック、予備天輪が搭載されるようになっている。1967年の第3次中東戦争の時点では、 配備されている M51 の多くがこの状態であった。1960年代末頃から1970年代初頭に行われた回収を受けた車両がディジェムディメルあるいは回収バッジにと呼称されている。C 型の車両はカミンズディーゼルエンジンデッキの後半部分にルーバーが追加されているほか、主砲トラベリングロック装置の強化、車体側面の造具箱を 片側2個に増設し、予備リタイラックを砲塔側面に移動させるなどの改修が行われている。1973年の第4次中東戦争の時点ではバッチ1、バッチ2の車両が混在していた。この頃のイスラエル軍はすでに L705mm 戦車砲を搭載したセンチュリオンや M48 といったより強力な戦車を運用していたが M51 も 現役で使用されており、実戦に参加した記録が残されている。1975年頃から開始された回収を受けた車両が、ディジェム・ドレッドあるいは回収バッジ3と呼称されている。回収バッジ3の内容は、車体下部、リアパネルに装備されていたエンジン排気管が、車体上部のエンジンデッキ上に移設されたことである。これ以外は、バッジ2とほぼ同じであるが、 この後1980年代初頭には、砲塔上に迫撃砲を搭載し、砲塔中央にあった M20 機関銃の機銃化を廃止して、社長用キューポラの横に 7.62mmM1919 機関銃を搭載する回収を施したり、また手法上に同軸機銃として M20 機関銃を装備したりする回収も行われている。また、 エンジンの排熱効率を上げるため、M4A1 車体の車体上部方面パネル部分を一度切断し、数十センチメートル伸ばして、再度溶接し、増えた下側の空間に排気用ルーバーを増設した車両もあり、この回収は回収バッジ4と呼称されている。ただこの頃にはすでに国産のメルカバマーク、愛戦車の開発も進んでおり、 M51 は1980年代には徐々に退役し一部はチリ陸リ軍に売却され、また一部は予備役装備となった後、後日の派生車両のベース車体として再利用されたりした。なお、M50 とは異なり南レーバノン軍への供与は行われていないとみられる。M4 は特殊車両のベースとしても多用され、イスラエルでも多くの派生型が使用されている。ここでは、 本家アメリカが開発、製造して、イスラエルが導入した方と、イスラエルが独自に、M4 や M1、M50、M51 を改修して製造した方とに分けて、解説する、M50 スーパーシャーマン改造の M32 戦車、改修車、M32 戦車改修車通常の M4 と共に、導入され、後に退役した M1、M50 スーパーシャーマンを改造した車両も、 登場している。アメリカ軍や自衛隊の M32 戦車回収車は、車体全部に迫撃砲を装備しており、煙幕を張るために使用されるが、イスラエル軍仕様では戦闘室前面に筒状の発炎弾発射機が装備されている。詳細は、M32 戦車回収車を参照 M10 アキリーズ、駆逐戦車 M10 アキリーズ駆逐戦車イギリス軍北、アフリカ部隊の中古品とみられる。 M50 スーパーシャーマンと共に CN-75 から50砲が搭載されたとも言われているが、詳細は不明。詳細は M10 を参照 M7 バ,バイト1プリースト自走榴弾砲、M7 バイト1プリースト自走榴弾砲フランスから導入、予備理解装備方法など、細部にアメリカ軍仕様との違いが見られる。あと2砲を外して、 装甲兵員輸送車として使用された車両もある。詳細は、M7 自走砲を参照シャーマンフレイルシャーマンフレイル。地雷処理用のチェーンローラーを装備した、地雷処理戦車、シャーマイクラブと呼ばれる例もある。第二次世界大戦中に主に、イギリス軍で使用された、ラトルン戦車博物館の現存車両では、M4A4 車体、VVSS サスペンションのままエンジンを、カミンズ製。 ディーゼルエンジンに換装し、車体側面に M50 や M51 に見られるような造具箱、税理ン等が装着されている。IDF は、慢性的に各種の走行戦闘車両が不足し、それを導入、更新するための資金も決して潤沢なものではなかったため、スーパーシャーマンはその後継であるショットやマガフが導入されてからも自走法をはじめとする各種の支援車両に改造され、 1967年の第3次中東戦争や1973年の第4次中東戦争、1978年の第1次レバノン侵攻、1982年の第2次レバノン侵攻にも投入された。自走砲、編集 M50155mm 自走榴弾砲、M50155mm 自走榴弾砲。 M4A4 のエンジンを全部の補助操縦席部分に移してオープントップの後部にフランス製 M50155mm 榴弾砲を搭載している。後に HVSS とカミンズエンジンに換装されたがソルタム L33155mm 自走榴弾砲や M107175mm 自走砲に更新され後日のアンビュタンクに改装された。詳細は M50155mm 自走榴弾砲を、参照 L33155mm 自走榴弾砲ソルタム L33155mm 自走榴弾砲、自走榴弾砲 M50 の後継として開発された。M4 の車体上に密閉型の戦闘室を設けて、イスラエル国産の33後継ソルタム M68155mm 榴弾砲を装備している。 第4次中東戦争で運用されたが、後に、前線部隊の装備は、M1955mm 自走榴弾砲に、更新されている。詳細は、ソルタム L33155mm 自走榴弾砲、お参照幕間と 160mm 自走迫撃砲、余剰化した、スーパーシャーマンの車体全部を、オープントップ式の戦闘室に改造して、ソルタム車制、 M66160mm 迫撃砲を装備した自走迫撃砲。車体全部の装甲板は乗員の乗降や砲弾の積載に有利なように蝶子外によって下部方向に展開可能。なお、マクマトとはヘブライ語でマージョマクベダミナヤットイコール自走重迫撃砲の略称であり、M3 ハーフトラックにソルタム M65120mm 迫撃砲を 搭載した 120mm 自走迫撃砲も、マクマトと呼ばれる。詳細は、マクマト 160mm 自走迫撃砲を、参照シャーマン MRL 砲塔を外して、多連装ロケット砲を装備した車両。六角した、ソ連製の多連装ロケット砲 BM-24 のロケット弾をコピーした 240mm ロケット弾36連装ランチャーを搭載した。 MAR-240 と 290mm ロケット弾4連装ランチャーを搭載した MAR-290 とが存在する MAR-290 にはショットを元にした車両も存在するが MLRS に更新されて現役装備から外された詳細は MAR-240 及び MAR-290 を参照キルション自走隊。 レーダーミサイル。車体上部にエイジム -45 シュライクのランチャーを搭載しているキルション退役した M51、スーパーシャーマンの車体にエイジム -45 シュライク対レーダーミサイルの単装ランチャーを装備した対レーダー車両。第4次中東戦争の最中にエジプトやシリアの S-125 や 2K12 などの新型地対空ミサイルによって 多数の航空機を撃墜されたイスラエル軍が航空機を使用せずに地対空ミサイルを無力化するために開発したコックリリットとも言われる。なおキルションはヘブライ語でトライデントを意味する。詳細はキルションを参照その他の各種支援車両、編集アンビュータンク、シャーマン走行救急車負傷者搬送用の車両、アンビュータイクに供与された。 南レバノン軍に供与された M50 スーパーシャーマンの中には、後に、砲塔を撤去し防弾板と M20 機関銃を装備した APC、走行兵員輸送車に改造された車両が存在する。また、南レバノン軍には、M50 スーパーシャーマンと同時期に M32 戦車回収車も供与されている。M601970 年代に退役した M50。 M51 スーパーシャーマンの一部はチリリック軍に供給されたが、さらに1980年代にはイスラエル軍事工業者が開発した 60mm 高速砲を搭載し、エンジン改装などの改良が加えられて、M60 と改められた。現在は同砲を搭載したピラーニャ装甲車への転換が進められている。一部資料やプラモデルの商品名などで、 M51 スーパーシャーマンがアイシャーマンと呼称されていることがあるが、これは M50 スーパーシャーマンとの区別のために西側メディアが勝手につけたものである。さらに実際に IDF でスーパーシャーマンと呼ばれていたのは M1 の HVSS、カミンズエンジン装備型のみであるとも言われている。ワールドオブタンクスフランスで改造された足回りが VVSS のままで、 高身長が51口径だった M51 スーパーシャーマン試作型がプレミアム車両のフランス抽選車 M4AH リーバライズとして販売。ありがとうございます。